エンターキー、エンターキー、エンターキー、入力キー、実行キー、A、または、リターンキー、リターンキー、開業キー、A、リターンキーは、コンピュータ用のキーボードのキーの一つ。キートップには通常は開業マークか、エンター、または、リターンの文字、あるいは開業マークと文字の両方が刻印されている。通常は、コマンドラインや、ダイアログボックスなどではコンピュータへの入力。 決定、送信、文書作成などでは開業などに使われる。初期は、リターンキー、開業キーと呼ばれることが多かったが、現在は、エンターキー、入力キー、実行キーと呼ばれる場合が多い。またメインキーの側と点キーの側で呼び分けたり、使い分ける場合もある。キーボードのモデルとなった英文タイプライターにおいては、一定の文字を打ち込んだ後、 リターンキーを叩くと文字を打ち込む部分が行の先頭に戻るようになっており、これを操作終了の確認に叩く形としたのがこのキーである。初期のパーソナルコンピュータやワークステーションの刻印では、リターンが多数派、Apple II PC、PC-8801 FM、FM-8 MS、MSX、VT-100 などで、エンターは少数派、 trs-80 などである。マイクロソフト Windows が普及する前の1980年代後半からの約10年、日本で圧倒的なシェアを誇っていた日本電機の PC-9800 シリーズでは、リターンともエンターとも記されておらず、記号のみだった。しかし、IBM PC、エンターの刻印は PC、 AT 前期の84キーボード以降及び p c a t 互換機の普及でエンターが主流となった。ただしマッキントッシュ用の大半のキーボードや p c a t 互換機用の一部のキーボードではメインキーの方をリターン、テンキーに付属する方をエンターと呼び分ける。生成するスキャンコードも異なるので使い分ける場合もある。また上記とは全く別に 一部のワープロ専用機、端末、ワークステーションには実行キー、エクスキュージョンやアクションなどが存在し、現在の101キーボード系では右側のコントロールキーで用している。したがって単に実行キーと呼ぶと紛らわしい場合がある。歴史的にはエンターキーと開業キーは異なるが、現在の PC、AT5 換気では大半の環境で、 同一の動作をするため、通常は同一のキーと思ってよい。ただしアプリケーションによっては異なる動作をすることがある。口実。エンターキーは通常、コマンドラインの環境では、コマンドの入力、実行となり、テキストエディタやワープロソフトなどの環境では開業となる。アプリケーションによっては開業の場合は、リターン記号、下及び左向きの矢印が画面に表示され、 リターン記号は開業キー、リターンキーのシンボルともなっている。エンターキーは通常、メインキーの右側中央と点キーの右下に配置される。メインキーの側は開業マークのみ、エンター、または、リターン、または、開業の文字、あるいは、リターン記号と文字が刻印され、形状は、英語キーボードでは横一文字。 他国語キーボードや日本語キーボードでは逆 L 字型をしているものが多い。点キーの側はエンターと文字が刻印され縦1文字のものが多い。Windows に付属する電卓などでは点キー側のエンターキーはイコール、イコールボタンの働きをする。画面や Window でデフォルトのボタンがハイライトされている場合はユーザーはそのボタンを押す代わりに 単にエンターキーを押しても同じ結果になる。現在のワープロソフトなどではエンターキーを押すと段落が終了し次の段落が始まる。段落間の間隔は段落のスタイルで設定できるが段落の間隔を空けるために何回も開業したりたくさんのブラン、スペース、空白文字を入れてしまう人もいる。反対にプレーンテキストファイルで段落間の間隔を空けるには 開業が一般的である。いくつかのキーボードレイアウトとオペレーティングシステムでは、エンターキーとリターンキーは全く別の二つのキーである。マッキン i n t o s h では、メインキーにリターンキーがあり、テンキーにエンターキーがある。例えば Adobe Photoshop のテキストツールを使用する際には、リターンキーでは開業するが、エンターキーでは編集モードを終了する。マッ r i n t o s h プログラマー。 S ワークショップでは、この配置を利用して、ワークシートと呼ばれる編集に便利なコマンドライン環境が作られている。リターンキーは厳密に開業のみ、エンターキーはシェルコマンドなどの実行に使用される。技術的には、マッキントッシュキーボードにおける、リターンキーは開業コード CR に対応し、エンターキーは LF に対応している。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。